さんこんにちは、しろです。よろしくお願いいたします。ってことで、今日は近畿新鋭のお話でございますと。はい、まあもうね、開催されてから1週間はまあ経ってないぐらいかな。はい、で、近畿の新鋭というコンテンツが追加されまして、まあ、かなりの難易度を誇るクエストになっていましたと。はい、で、まあクリアすることで、次の開催される近畿のね、スキップの権利をゲットするっていう、まあそんなにね、重きを置かなくていいような報酬だったんですけれども、このクエスト3種類今回出て、まあ来月以降光闇が出てくると思うんだけど、今は火水木の3種類の近畿深淵が登場しましたよと。はい、でどれか一つクリアすればいいよって感じなんだけど、ただそのスキップっていうのを目的で今回このクエストをクリアしている人は少なくてですね、なんとこのクエストいずれかからですね、EX ステージ不可思議というね、めちゃくちゃ難しい EX ステージが、登場すると。でそのキャラが、まあ、アビリティは持っていないんですけれども、まあ図鑑に入ってますね、友情コンボがかなり強力な、キャラクターになってまして、まあその取っといた方がいいって言われるか、まあ言うかというと、まあ別にスルーしても最悪問題はないような性能ではあるんですけど、やっぱロマンがあるんでね、取りたいという方が多いわけですよ。で、僕自身もやっぱり新しいキャラ、新しい友情を使いたいんで、がっつり周回してね、見事前回勝利しまして、でそれから、もう今150、60ぐらい周回してるのかな、全部で。で今2回遭遇してますね。はい、で2回とも勝利することができて、今艦隊が作ることができたので、周回が一旦落ち着いた段階でございます。はい、なので、まあ、どこを周回してたかっていうのと、まあ、各ステージを一応がっつり全部やってみたんですよ。うん、で結果どこ周回したかみたいなお話と、周回のコツを、お話ししていこうかなと思います。じゃあまずは、まあ、本編に進みたい方はね、多分シークバーで下に概要欄にあると思うので飛ばしていただいて、どこを周回したかの話ですね。まず周回したのは木です。最初の10周15周ぐらい行くまでは火属性、一番下の無料体数を周回したんですけど、それ以降全て涅槃弱状でございますね。はい、一応全部最適パっていうパーティーでやってみました。はい、で火属性今使ってるパーティーで、水属性はミューズ4試しましたし、ミューズ3ヤクモっていうのも全部試した結果、クエストの安定度加えて、攻略のスピード全部を置いてないなって感じたんで、水は速攻で切り捨てましたね。はい、で火か木の2択になって、最初火属性をやってやめた理由が、安定しない、難しいっすね。うん、でダルタニアンにコネクトの書行って、身もバチバチにして EL にして、ダルタニアン読んで、友人とね、集会を行っていたんですけれども、慣れてきてからでもやっぱり負けが出るってぐらいの難易度にはなってるんですよね。で仮にあれが勝率9割10割とか叩けるようになったとしても、やっぱ手数で言うとほんと40手とかかかっちゃう時があったりするんですね。ってなってくると、まあその40手やってる間に木の適当打ちとかあったら、時間換算したら2周できちゃうぐらい木の方が早いんですよ。うん、なんで、確定したのが木属性涅槃弱状ですね。はい、涅槃弱状のクエストを周回するっていう結論に至りました。はい、じゃあここからは涅槃弱状をどういう風に周回してたかっていうお話に行きます。はい、飛んで戻ってきました。はい、涅槃弱状の、周回を行うにおいて、やっていた編成はこちら。はい、まずですね、ギミックが重力地雷ダメをなんですよね。で反射と貫通を2対2対入れるのが、まあ、攻略のスピード、まあ、安定度において、重要なところになってくるのかなと思います。なのでこの重力ダメを地雷ってところも、適正キャラを、反射2体貫通2体揃えないと、周回ができないというクエストになってますね。まあ、かなり今回幅がめちゃくちゃ狭くて、その分どれからでも出るよっていうクエストで、3種類のクエスト全部合わせたら、まあ、適正ちょうどいい感じになるんですけど、一個一個のクエストに焦点を当てて見てみると、まあきついね、ほんときつい。これ今回超絶アップの属性効果、超絶アップのステージなんで、基本火属性を使っていくんですけど、火属性これだけです。これ結構やばいっすよね。うん、ロイ・マスタング、ミカサ・アルミン、このどちらかを俺持ってなかったら多分周回してないっすねってぐらいには、難しいです。うん、僕が一緒に周回しているメンバーの中にも、ロイ・マスタング、ミカサ・アルミン持ってない、ミカエル持ってるよって方がいらっしゃるんですけど、その方も、その結局ミカエルを担当して、一緒に周回して見事勝つことができたってあるんで、まあマルチをすれば問題ないと思うんですけど、ソロでやっていくっていう風になったら、少なくともロイ・マスタングかミカサ・アルミン、ミカエルって組み合わせ持ってないといけないんで、まず周回の土台がめちゃくちゃ高いですね。はい、なんでそういう方もいるので、まあ、代表キャラのお話とかもしつつ、やっていこうかなと思います。はい、じゃあまず1つ目の、メインで使ってたパーティーについてでございますね。はい、メインで使ったパーティーはこちら。これにソロの場合とミカサ・アルミンを持っている人と組む場合は、ロイ・マスタングにミカサ・アルミンにで周回を行っておりました。で、ロイ・マスタングとかミカサ・アルミンの兼ね合いで変える場所だったとしたら、このロイ・マスタングのところがたまにアポロになったり、
ミカサアルミンの部分がたまにミカエルになったりっていう風な組み合わせでやってました。ただ今言ったこの適正キャラの組み合わせの中で気をつけなきゃいけないのが、ロイマスタング、ロイマスタング、ミカエル、ミカエル、このパターンだけはやめた方がいいですね。はい、ロイマスタング、ミカサアルミン、ロイマスタング、そこにミカエルが入るのはいいんですけど、なんでかっていうと毒がいないんですよね。ミカサアルミンが毒枠を担ってくれて、ミカエルの強さっていうのはドッキラーがね発動した時の強さになってくるので、まあ多分ミカエルは、使うなら確実にミカサアルミンがいた方がいいですね。アポロがね、カミカの時のね毒友情を思い出してくれればいいんですけど、アポロが毒だったらアポロも結構輝いたと思うんですよ。でもアポロ毒じゃないから、まあちょっときついかなっていう風に、個人的には感じましたね。はい、なので、まあ、ミカエルが入るならミカサアルミン1は絶対に必要なのかなという風な感じを思いましたね。はい、ってな感じです。じゃあ次、代用についてのお話。代用なんですけど、一応やった中で2体だけ代用がいるかなって個人的に思ってて、はい、まずジキル&ハイド、これジキハイね、属性効果調節アップなんで正直弱いっす。あのね、正直いらない。うん、これはもう間違いないですね。マジでいらなかったですね、使ってみて。うん、もう絶対編成には入れないなって思ったけど、まあ、正直さ、こんだけ適性が狭いとさ、いらないとかじゃないじゃん。うん、使わないといけないよ、多分あると思うんだよね。全員が全員ね、ロイマスタング2体とかミカサアルミン2体とかで、当時しかもさ、両方ともさ、ぶっ壊れとか言われたわけじゃないじゃないですか。ってなってくると多分持ってない人の方が少ないと思うんだよね。あ、持ってない人の方が多いと思うんだよね。うん、ってなってくると代用をどっかで考えなきゃいけないっていうので、まあロイマスタングの代用としてジキル&ハイド。ただ安定度はガクッと下がりますね。火力も下がるし、うん、火ダメも上がるしで、全くいいことない。うん、なんだけど、まあ使うとしたらここだと思う。うん、ちなみにブーゲンビリアとかいいんじゃないのって思うかもしれないんだけど、飛行絶対ダメで、今回の適正の反射枠が両方とも飛行なので、あの貫通タイプにも飛行入れちゃうと地雷でもう安定周回もクソもありません。絶対にマインスイーパーが必要になってきます。なのでこっちで、はい、でこん中から選ぶなら磁気配かなっていうので磁気配使ってみたけど、まあ妥協ラインには乗ってるかなっていう感じですね。あの、だから周回はきついと思うけど、一応使えはするっていうぐらいのイメージで置いておいてください。はい、で2体いるって言ったうちのもう1体が、開いた、はい、上張り、うん、上張りの鏡ですね。まあこれはね、俺も全く厳選も何もしてないので、あのフレンドのやつっていうか一緒にやってる人のやつをね一回使わせていただいたんですけど、まあ一回どころじゃないですけど、はい、まあなんでかっていうと、道中でセンサーの攻撃が出てくるんですね。でそのセンサーの攻撃だったり敵の爆発だったり、痛い攻撃が基本無属性の攻撃になってるんだ。でそれを全て半減することができるっていう無属性耐性 M、はい、あとはストライクショットで状態異常を狙うとか、まあ、友情に防御アップ持ってるからみんなの火ダメを減らすとか、そういうサポートの役割で、1本入れるのはありかなというふうに感じて、1本入れたんですけど、クソ邪魔ですあの結論から言うとむちゃくちゃに邪魔、めっちゃ邪魔なんだけど、なんか分かりやすいんですよね。ダメージがやっぱがっくり減るんで、防御アップのおかげでこんだけの火ダメだったんだ、で無属性耐性 M のおかげで、あ、これぐらいのセンサーダメージで抑えられるんだっていうのはもう目に見えて変わる、本当に変わるんだけど、こいつがいなければそもそもそのダメージ受けませんよねってシーンの方が多い。うん、だからいらないっす。うん、こいつを妥協枠で使っていくなら貫通の方を磁気配にした方がいいレベル、うん、っていう風に俺は感じた。ただ入れなきゃいけないって人は もちろんいると思うんで、1本入れるのはありだと思います。だから妥協枠の中には入ってる。うん、あくまで妥協枠ね。うん、だからこいつが最適だとは絶対思わないで、めちゃくちゃ弱いから、うん、めちゃくちゃ弱いってこの強い勢に比べたら全然使えないから、本当に妥協枠で周回それでもしたいよって人が入れる枠として2キャラ紹介させていただきました。はい、ってな感じですね。はい、で当然最適パーティーで、周回を行っていましたので、あのありがたいことにね、なんで、こちらをね今回はね紹介させていただこうかなと思います。まあまあそもそもちょっと入り口が高いんでね、動画撮るかどうか迷ったんですけど、やっぱこのキャラを持ってて、まあせっかくね当時これ不遇だったハガレンと進撃でこのキャラを揃えて周回ができるけど安定がしないって人向けにね、まあ撮ろうかなっていう風に考えて、今回撮らせていただいてますと。はい、まあごめんなさい、本編前にすごい前置きが長いんですけれども、で次は、もうめちゃくちゃ重要なことがすごい多いんで順番にちゃんと話していくと、ワクワクの実、これがねマジでちゃんと厳選してるかしてないかであの天地の差です、本当に。マジで勝率が2割ぐらい変わる。うん、なんで、ワクワクの実についてお話ししていこうかなと思います。はい、まず蝶バラ全員必須です。はい、間違いなく必須だと思いますと。はい、でその次に何が必要かっていうと、毛が減りの実、紋章をつけるより重要ですね。
うん、まあ、大気の紋章、大弱の紋章とかすごい重要な点はいっぱいあるんですけれども、それ以上に怪我減りの実をつけるのが重要です。はい、めちゃくちゃ大事。うん、クエストの仕様上ね、センサーに触れて攻撃アップして敵を攻撃していくんだけど、その攻撃アップのセンサーのダメージが8万ダメージなんですよ。うん、8万ダメージね。でそのダメージを受けてヒットポイントが激浪になったところから、ヒーリングパネルだったりとか、あとはヒーリングバルーンだね、まあ、5万回復のバルーンか3000回復のパネルを踏んで回復をしていくんだけど、その回復をしなきゃいけない量っていうのが、そもそも怪我減りで減らすことができるんですよね。全員怪我減りがついたら8万ダメージが6万ダメージになるんだ。めちゃくちゃヒットポイントの管理がやりやすくなるんで、怪我減り4体はまあほぼ必須級かなというふうに思いますね。まあもちろんなくても勝てるんですけど、これから周回何十周何百周ってしていくって考えると、怪我減りは最初からつけてた方がいいと思います。もう明らかに勝率変わりました、怪我減りがあるかないかで。うん、なんで怪我減りは絶対で、はい。で次に重要なのが同盟撃、はい、同盟撃ですね。はい、同撃とかじゃない、同盟撃ですね。今回パーティーが全員アジンになりますので、同族系の実をつけると、え、全員に恩恵があります。はい、なので1体どっかに同盟撃は絶対、うん、絶対ですね。うん、なんでかっていうと、ヒットポイントがすごい重要なんだよね。うん、だから10万あるヒットポイントってところから6万ダメージ受けるか、12万あるヒットポイントから6万ダメージ受けるかで、残ヒットポイントが4万になるか6万になるかじゃないですか。で次の敵の攻撃に4万とかのやつが結構あったりするんですよ。うん、なんでヒットポイント10万で戦ってると、そこから6万削られたってなって、4万残った敵の攻撃4万来た死んじゃうになるんだよね。で同盟でマックスヒットポイントを12万とかまで持ってると、でその12万から6万受けた、6万残ってます、4万来ても2万残るよねみたいな。うん、これがすごい差があるんですよね。でどうしてもバルーンを使って回復するんで、回復のシーンが難しいところがあるんだけど、そこで少しそれを緩和することができるんですよね。なのでこのクエストで重要なのは、敵からのダメージを減らすこと、自分のヒットポイントの総合値を増やすこと、この2つが安定につながりますね。うん、いつもだったら過激ガチガチとかを考えた方がいいと思うんだけど、こう基本的にここは過激とかを持ってあげた方がはるかにいいですね。ただヒットポイントを盛ればいいってわけじゃないので、そんなわざわざなんかその撃手加盟とかそこまで行く必要はないと思いますね。俺個人的には言っていいのは同盟撃同盟、ここぐらいだけでいいと思いますね。うん、ただヒットポイントアイテムっていうのを毎回毎回使ってメダルを減らしたくないよって方は、過激より加盟を優先してあげてもいいかもしれないですね。はい、なんで俺らが使ってるのはこれ、同盟撃同撃同撃速。まあこの同撃系はね、全員あの味方に乗るので全員を7000上げて、で一応もう一個戦撃がついて全員バランスなんでね、はい、バランス型で上げてるって感じで、もう一体フレンド枠に使うやつの予定が、まあ怪我減り、まあ同盟とかと、あと撃撃か、まあ戦型加盟撃かつけるって感じですね。うん、なんで撃手も合ってないで、一番合ってるのが種族とあと戦型の部分なんで、基本的に種族と戦型を上げる身をつけてあげるのがいいと思いますね。撃手だと2体2体しかかからないので、撃手は今回採用しなくていいかなと思っております。はい、っていうのがワクワクの身のところかな。じゃあ次紋章ね。はい、まあこれちょっと今ついてないんだけど、はい、つけなきゃいけないのは大気の心得極み、まあ貴族性に与えるダメージだね、とあと耐弱の心得、これどっちでもいいと思います。基本的に殴りが今回割合で削っていく部分になりますので、耐弱は好み、うん、高いしね、はい、でもう一個あった方がいいのが窮地の活路、はい、これ1マップ目の対策で1個窮地の活路があったりしたら、まあ楽になるとこはあるかなっていうので、俺らは1本だけ窮地の活路入れてますね。はい、まあなんでこれはあの人それぞれだと思うんだけど、実践編でちょっとお話しようかなと思います。はい、ってことで、まあ、クエストをやる前にねパーッとお話をしてまいりましたけれども、手前の準備ってところは、これで終了になります。なのでこの後は実践編へ行こう。はい、ってことで、実践編やっていこうかなと思います。はい、まあ主に使ってる時は、僕らのパーティーで一番多いパターンは、まあ、手持ちの関係上もう一体ミカサアルミンのところがミカエルになってることが多いんですけれども、今回はロイマスタングとミカエルの方を先に、あ、ロイマスタングと、ミカサアルミンの方をね先に、紹介させていただこうかなと思います。まあこの間に、周回中どういうことを意識して立ち回ってるかってところも話しながら攻略をしていこうと思いますので、ちょっと長めの動画になっちゃったりしたら申し訳ない。はい、じゃあまず各マップ基本的に、大丈夫です。あのプヨと価値が出てくるので、そのプヨと価値を倒していきましょう。右側が約8000のレーザー、左側がヒットポイントの割合攻撃になってて即死はない、まずここを覚えておいてくださいと。はい、で窮地の活路を言ったのがここだけの理由ですね。
はい、この時点で先ほど言ったレーザーが3本飛んできますよね。どっかで雑魚処理をミスってバルーンでのヒットポイント回復も行えなかった場合、レーザー1万が飛んできますよね。はい、それに1本2本、耐えることができる。まあ8000ぐらいなんで2本まで耐えれるんだけど、仮にこれ窮地の活路をつけてなくてヒットポイント4でその攻撃を受けちゃうと、プヨ勝ちのミスの段階でこの窮地の活路のせいでね、あ、ないせいで、死んじゃったりするんですよね。はい、なんで今とかこれ回復できて7万になってるからいいんですけど、回復ができなかったりするとこの窮地の活路がないせいで事故につながったりします。なんでまあ窮地は1本あってもいいのかなってぐらい、そのために1本つけてるっていったところですね。はい、で、基本バルーンの回復量は5万、ヒーリングパネルの回復量は確か3000だったかな。はい、なので、ヒットポイントをそれで回復しながら戦っていくっていうステージですね。でこのマップも同様、自分の激臭に合った方の、松雑魚を処理してくださいと。はい、で出てきましたね。はい、ケガヘリが、強いと言われている理由の1個なんですけれども、今回全員4体ケガヘリがついてますので、このセンサーのダメージ本来8万のところを6万に抑えることができますね。で、各ステージ、まあ、8万食らう人は8万で考えて、俺みたいにケガヘリ4でやってる人は6万で考えるところなんだけど、自分のヒットポイント今10万あるね。うん、こっから6万食らって敵の攻撃に移った時にその後残ったヒットポイントで耐えれますかっていうのを毎ターン考えながら戦っていくステージですね。6万削れる、4万残る、価値のレーザー価値のレーザー、8000、1万6000食らうよね。で4万ヒットポイントあれば耐えれるんで、ここに関しては適当に打っても大丈夫ですね。最悪、まあ回復はもちろんします。はい、まあ、仮に適当に打って価値が処理できなかったとしても、今のヒットポイントであれば、耐えることができると。で耐えれないってなった時に回復が必要なんですよね。このセンサーに当たってダメージを受ける、その後にバルーンを味方にこすりつける、はい、こんな感じですね。はい、なんで、まあ、バルーンで回復してからセンサーに当たるっていう手順を踏んでしまうと、全回復するセンサー食らう、で食らったところからスタートじゃないですか。はい、なんだけどセンサーに当たってからバルーンで回復すると食らうバルーンで回復で全開で動くことができるんですよね。なんでそこの立ち回りがすごい重要になってきますよ。はい、これもそうだね、センサーに当たってから回復を行ったので大丈夫と。はい、まあ、ちょっと説明がてら、今ちょっとそういう見せ方がうまいようになるように、見せてますけど、本来だったらここはもう多分2手前とかで突破してますね。ここにかけるのは大体2手3手、超運がいいと2手かな。まあミカエルがいないんでさすがに3手かかるかもしれないですね。このメンツはミカエルがいると多分ここ2手とかで突破しますね。うまくいくとね、本当にうまくいくときだけど、不要価値処理しつつゾンビ両方死ぬみたいなのは結構あったりします。遊撃ミカエルの採用だったりすると本当にここに手とかがあったりしますね。はい、ただ今回ミカサアルミンで、ね、ちょっと火力が低いんでさすがにかなと。はい、まあ突破はうまくいってますね。はい、今のもセンサーを触れた後にバルーンで回復しましたと。でこのバルーンの回復で1個注意点があるんですけれども、結構センサー、まあ、そのシーンが来たら説明しましょうか。センサーを触れた後にバルーンで回復してヒットポイント5万、次の攻撃を受け切ろうみたいな立ち回りをしてると、あのね、たまにその順番的にはセンサーからバルーンっていう風にやってるんだけど、バルーンの回復が先入っちゃったりすることがあるんだよね、ラグとかの問題で。なんでそれだけちょっと注意した方がいいかもしれないね。はい、で次雑魚処理のポイントね。はい、これさ、バルーンの使用を知ってる人だったら風船、敵、風船みたいな入り方しますよね。なんでこの1個風船を使った時にプヨが回復する、要は倒せないって状況になるって思うかもしれないんですけど、倒せないですよね。なぜじゃないですか。あのね、なんか知らないけどね、1マップ目はねきついんですよ。まあ超アンダメ、いやでも超アンダメ発動してない、これ分かんない、ヒットポイントがそういう風にさしてなっているのかどうなのか分かんないですけど、使用上多分そのバルーンで回復した以上、バルーンで回復した後も、あとにか、そのなんて言えばいいんだろう、そのバルーンでヒットポイントを回復する、だから殴る、回復が入る、でその後その殴るの部分が回復した部分のところをさらに超えてもう1体分倒すみたいな判定になると倒してんのかな。ちょっとこれはね理由が分かんないんですけど、倒します。はい、倒します。俺のこの厳選で紋章で、殴るとミカサアルミン、ミカエル、ロイマスサング、全てのパターンにおいてバルーンを持ってても勝ちプを倒します。ただ1マップ目はなぜか知らないけど倒さない、これはね分かんない分かんないけども倒すもんだと思ってください。はい、あ、でこれ注意点、このパーティー使ってるとっていうか、どのパーティー使っててもそうなんだけど、ここの反射適性たち飛行です。はい、なので地雷、
マジで気をつけてください。マジでこれ忘れて本当にコロッと死にかける時あるんで、この地雷が出てるターンは絶対に地雷の回収に行ってあげてください。はい、まあ、センサーとかヒーリングバルーンとかもかん、ちゃんと考えながらもちろんやる必要はあるんですけれども、はい、でこっからは一応ねこのステージね、これヒットポイント残量が多いほど攻撃力がアップっていうステージになってますので、まあ、なるべくヒットポイントを維持しながら戦いましょう。なんでセンサー受ける、その後にセンサー受ける、その後にヒーリングバルーンで回復する、はい、この立ち回りをずっとやっていくわけですね。ちょっとミカエルじゃないんでね、ここ道中が、ちょっと遅くなっちゃったりするんですけど、まあボス戦なんていうのは多分こっちの方がはるかに高いんで、ミカエルがいるとこの過程を行ってるうちに、これでね、例えば上にミカエルがいるとしたら、これでセンサーを受ける、その後にヒーリングバルーンを取って回復する、これをやってる時に味方にやっぱ触れるじゃないですか。でこの触れた時にね、ミカエルの友情でねごっそり削れるんですよ、中ボスが。うん、だからミカエルを採用してるってところもあるんですけど、遊撃ミカエルですねを採用してるんですけど、中ボスのねスピードがねマジ段違いなんですよね、ミカエルと。はい、でミカサアルミン2だとねちょっとここが遅い、うん、はい、ただボス戦なんていうのはミカエルのマジで3倍ぐらいあるから、まあ、どっちに重きを置くかですね。慣れてきたらミカエルとかの方が周回は早くなる気しますけど、安定度を上げる、あでもどこいかな、ボス戦もやっぱ一気に飛ばすんで、ミカサアルミンもボス戦で一気にバッと加速するから、まあ、どっちでもいいかな個人的には。うん、どっちでもいい気しますね。まあ、お互いのそのなんか強みっていう部分があったりしますね。はい、でここも同じだね、激衆が合ってる方から、倒していくと。で次反射タイプ、でもここまでは変わんない。でここもずっとさっきから言ってる通り自然とやってますけど、まずヒットポイント12万っていうのを見て、で6万のダメージ受けて6万残る、その6万の攻撃が次来るかなと、来ないね、じゃあまあある程度回復とかは意識しないで弾いて OK と。回復を意識しなきゃいけないのはこういう時です。はい、はい、まあ鬼の爆発っていうね、ある程度まとまったダメージが来るよっていうターンに今なってるんですけれども、ここでセンサーを受けると6万くらいです。で残ったヒットポイントが1万4000になっちゃうよね、鬼の爆発耐えれません。はい、なので、こういう時はちゃんとセンサーに触れてからバルーンを誰かにつけてあげる必要があります。はい、回復しましたね、6万7000、これでやっと、ヒットポイントの確保ができる。はい、まあ今6000オール、まあ、6600オールなんで、まあ多分2万6000ぐらい食らってると思うんですけど、耐えれなかったですよね。はい、なのでこれがすごい重要で、このターン6万食らった時にどうなるって言われると、6万食らった時点で死ぬよね。はい、なのでヒットポイントのセンサー当たってからバルーン回復するっていうヒットポイントの管理の仕方が必要になりますと。でこれすごいいい位置、センサー当たってからバルーンに当たる、難しくないですか。まあこれは普通に言ったらこうなんですけど、これで多分いけるんだけど、まあ、こういう難しい位置の時に何を考えればいいかっていうと、こういう時に例えば無理やりこうね、バルーンをうわギリギリ当たるかなとかで、センサー当たってバルーン当たるかなとか考えたり、あとはまあこういう風に言って、いやギリギリいけるかなみたいな、2個取ってるし鬼で1個消費して、で下のやつに当たるかなみたいな、こういうルートを通る必要ないです。はい、これ怪我減りのパターンの場合のみね、全回復してからセンサーに当たる、これでもいける。全回復してからセンサーに当たる、要は6万以上のヒットポイントを確保するのが簡単なんで、はい、でこれ今全回復してセンサーに当たっても12万ヒットポイントがあるから、そっから6万食らっただけで全然ダメージが少ないんですよね。でこれが怪我減りがなかった時のことを考えてほしいんだけど、敵からのダメージの計算も大きくなるし、センサーがそもそも8万なんで、全回復してから8万食らったら結局ローになるよねみたいな状況になっちゃうんですよ。でも怪我減りがあるとこれができる。でプラスで言うと加盟系がついてるから今12万8000なだけであって、これが仮に11万とか10万のヒットポイントになったら、そっから8万なんて受けたらヒットポイント2万しか残んないよね。だから加盟と怪我兵が大事なんですよ。めちゃくちゃ重要、過激より重要です。はい、なんでそこをちょっと意識しながらね、厳選とかをやっていただけると。でここもそうだね、はい、基本的に敵に鬼の攻撃がありますので、あちょっと死んじゃいましたけど、鬼の攻撃があるので、やっていきます。でここミカエルがいるとね、雑魚処理した次の手とかで終わります。あ、メッセスーツも。はい。で、まあ1個の鬼門マップって言われるマップですね。まあもう今慣れてくるとこう休憩マップの1個になるんですけれども、基本的にどういう風な立ち回りをすればいいかっていうと、ここは今まではセンサー当たって回復とか、センサー当たって攻撃アップってことをいっぱい考えたと思うんだけど、ここはセンサーを避けるっていう立ち回りをしてください。じゃあわざとちょっと少ない体質でやってみましょうか。はい、あー1体しか倒せない、1体しか、え3体倒した、まあ3体倒したんでいいでしょうってなったら、じゃあここでどういう風な立ち回りになるかっていうと、まあ基本的にこう行くんよね、4体
処理しに行くんだよね。で当然それでもいいです。4体倒せるに越したことはないんで。じゃあこれの位置が悪かったって時にどういう立ち回りが求められるかっていうとこれです。自分の苦手激種の方にわざと当たって減速したりして、こういう風にもうちょっとずつ倒してる、うん、ただ上の画面外の右側の数値が促進になってるんでそれまでに倒せればいいんで4手5手ぐらいは使えるんですよね。4手かな使えるんで、まあ、それまでに倒せればいいんじゃないかなと俺は思ってますね。はい、なので、まあ、基本的にそういうのを意識しながら、まあ、避けるっていう方だね。こうね、まあ、今のはちょっと入れ版であったっちゃいました。まあただこれで避けて手前のやつらが避けたりするとこんな感じで1回センサーに当たっても全然大丈夫なターンとかが出てくるので、ここで一気に倒そう一気に倒そうってのを連続してやってセンサー振りまくって死んじゃうってこと結構あると思うんだよね。最初の方はねそうやって無理したコースとかを狙ってやったりしたんだけど、ここはねやっぱ無理しないでちょっとずつ倒していくっていうルートをね上げるのがいいと思いますね。ただ今ね、最後突破するときにもゼロ突破しましたけど、基本ゼロ突破はしないであげた方がいいですね。これは当たり前ですけど、ゼロ突破はダメね。はい、ということでこのメンツの強さが出るのはこちらから。はい、このメンバーはですね、マジでこっからが異次元です。あ、割合打ってるだけ芸人で、マジで強い。ミカエルとかがいると、どこで打つかとかを考えなきゃいけないんですけど、基本的に、まあこの開幕、ミカサ・アルミンは打たないであげてください。打つとしたらロイマスタング。ここ打つとしたらロイマスタング。はい、なんでロイを打っていきましょうと。はい、ただまあ回復とかはちゃんとねもちろん考えてあげなきゃいけないので、まあ、今回の場合はこんな感じだね。ミカサアルミンに、最終的にバルーンを与えてあげる。はい、バルーンをくっつけて5万のヒットポイントを取って10万になりましたと。はい、でここで打ちますと。で 30% 割合ですね、ロイマスさん。これが楽ですね、めちゃくちゃね。はい、で次でミカサアルミン打って、でその次でミカサアルミンとロイマスタング照明と 10% 削りってところで削り切るって感じの構成ですね。なんでボス戦まで行っちゃったらもう SS を打ってあとはちょっと気をつけてればいいっていうところになってくるのでめちゃくちゃ楽ですね。でこっからのポイント、センサーに触れて上行ってヒーリングバルーン取って味方を回復っていうコースもあるんですけれども、俺らがやってることが多いのはこっちですね。はい、まあ、SS を打った後はもうあと残ったヒットポイントちょっとの段階で削ればいいだけなので、まあ、こんな感じでむしろセンサー触れないで安牌のコースを取ってることがすごい多いですね。だこれとかも激薄でこんな感じだね。はい、まあ、回復しつつセンサーに触れないっていう価値もあるね。で火力が出せるやつで出していくっていうことですね。はい、まあ、まあ今回はねちょっとね、あれがやばいんで地雷がやばいんでがっつりちょっと多めにつけちゃいますけど、おい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 、危ないですね。これとか相当危ないですね。これは今ロイマスタングポンって踏んでますけど、これ怪我ヘリとアルドオン系で耐えてるだけですからね。これ本当は死にますんで気をつけてください。ちょっと今説明しながらでね極端なコースを弾いちゃってるんですけど、はい、ってな感じで、まあ、抜けていくと、まあ、だこのパーティーの、いいところはマジでこの安定の部分ですね。めちゃくちゃボス戦が安定するってところ。ただミカエルがいるとその中ボスとかが早いんで、まあ、どこになってくるのかな。今みたいな削りも結局ミカエルにさえ当たってればひたすら削れちゃうっていうステージなんで、はい、はい、じゃあ次ミカサアルミンスタートと。はい、でミカサアルミンがやることはですね SS です本当に。はい、ミカサアルミンパーティーの場合は開幕 SS で OK です。はい、ただミカサアルミン1個気をつけなきゃいけないところが、これ割合が止まった位置の近くの敵に対して割合を入れるものになりますので、打ち方変になってこれ多分一番左下とかに行っちゃったりするとね、ボスに届かなくて割合が入れられないとかも多分あったりすると思う。今のところやってる感じそれは一回もないんだけど多分あると思うから、それだけ気をつけていただければなと思いますね。はい、でボス2が突破と異常でしょこれ、マジ速度異常なんですよこいつらの構成だと。はい、でまあこれちょっと位置良すぎですけど、まあこんな感じですね。でミカサルミンもう一個いいところはボス2で使ってる理由ですね。ボス2は基本的に周りのプヨとかも最初のザッチャッチャッチャって部分でやってくれるんですよ。今これ見ててほしいんですけど、この後暴れますね。これ多分ワンパンするんですけど、はいはいはい、これこの道中でプヨ倒してくれるんだよね。うん、なんで仮に SS がミスったとか割合の部分が足りなくなったっていう状況になったとしても、プヨをやってくれるんで、そのミスが雑魚処理のミスにまで繋がらないんだよね。ミスったら雑魚処理になるし、ミスらなかったら割合とダメージが入るしっていうのでめちゃくちゃ強いキャラになってますね。はい、で今のはねちょっと位置が良すぎ、本来は上から降りてきたりとかしてちょっとヒットポイントが残るんで、そこをロイマスタングの割合で潰してあげるっていう立ち回りをしてますね。はい、ってのが一つ目の立ち回り。じゃあ次ミカエルについてですね。はい、今やってないんでミカエルについてちょっとお話ししたいんだけど、
あのね、はい、ミカエルですね、ミカエルはですね、マジで遊撃、本当にミカエル構成でやってる人は俺はちょっと遊撃をしますね、うん、まあ多分ロイマスタング、ロイマスタング、ミカサミカサもいいと思うんですけど、中ボスでまずそもそも鬼のマップでミカエルのターンが回ってきた瞬間にザコ処理が終わってると SS でワンパンします。ワンパンっていうか削り切るんですよね。だからまあ大体4点以内には鬼のマップ突破できるし、その前のマップもセンサー当たって回復しながらミカエル当たるっていう工程を踏んでれば、まあ本当に 3,4 ターンとかで削り切れたりすることがあります。ロイマスタングとミカエルが本当に友情強いんで、うん、でミカサアルミンもねホーミング弱くはないんだけど、なんかやっぱねミカエルとかね、あのロイマスタングの方がはるかに削っていますね。であとはまあ殴りが違うね、ミカサアルミンのおかげで毒があるんで、ドッキラー M が乗ってるんでね、殴りとかもレベルが違いますね。弱点外殴っても平気で倒すし、鬼マップでミカサアルミンとミカエルが左上に固まってたりすると鬼マップ強制的にもう横間縦間とかで弱点殴って一手とかもあったりする。だから道中の速さはミカエルが上振れる、うん、ただボス戦まで行った安定感っていうとさすがにミカサアルミンの方があるかなっていう風に思いますね。で、結局どっちを使ってやってるかっていうと俺はミカエルを使ってやってます。はい、ミカエルを使って、まあ、両方のいいところ分かるんだけど、ミカエルを使って、周回してることの方が多いですね。まあキャラ持ちもありますよ、もちろん。あのミカサアルミン持ってない方とやってるとかそういうのもあるけど、ミカエルやってることの方が多いですね、うん、まあミカエルが好きっていうのもある。ミカサアルミンよりミカエルが好きなんでミカエルを使ってるっていうのもあるけど、まあ、楽しいですね、めっちゃやっててね。はい、ってのをまあ意識して、周回をしております。ただ何度も言うけど敷居が高いこれはもう天魔の敷居なのよ。うん、周回に求められる、まあ、近畿深淵って言ってるぐらいだからね、近畿とは違うってのは分かってるんですけど、近畿はもうちょっとお手軽に周回できるもんだったイメージがちょっと強いね。うん、なんでちょっと敷居高すぎるよね。じゃあ仮にさ、まあ、その持ってるとこ周回してくださいっていうコンセプトで出してると思うんだよね。火の適性が多かったらダルタニアン、アクアマリンがいたら火をやってくれればいいし、ミューズとかヤクモとかで、まあ、ちょっと運要素も絡むけど周回できるよって人は水やってくださいねとか、うん、あるんだけど、もう明らかに木が楽なのってなってくるとさ、もうそれが全部楽とかならわかるよ。一つだけ楽、ぶっ飛んで楽っていうこういうのがあっちゃうと、ここの適性を持ってないと周回する気失せるじゃん。正直俺そういうタイプなんですよ。だって自分が周回してるとこよりさ 1.5 倍ぐらい早い周回で負けも全然ないみたいなとこ周回してる人がいたらさ、そこを周回できるようまで待とうってなるのが人間じゃん、うん、だからまあちょっとなってのは思いましたね、うん、キャラいればどっか周回できんじゃん、おとなしく非周回してろよって思うかもしんないけど、ここまで効率がいいってなるとやっぱキーやるよね。うん、キーやりたいってなるもん。うん、まあでも逆にいいですけどね、ミカサアルミンどういっていうのを当時から手に入れた人が今報われてるわけだから、これに文句は言えないと思うんだけど、でももうちょっと敷居を下げてほしかったなっていう。せめてアポロを得にしてよねえ、アポロ得にしても、アポロぐらいならもう殴ったら得になるとかでいいよ、もう通常時、うん、もうゲージに毒入れといてほしいわ、うん、それぐらいよ本当。でもアポロはね、ちなみに今これふざけて言ってますけど普通に使います、マジで普通に使える。うん、1本削るって部分弱点ロス役で使えるんで全然大丈夫だと思いますね。ただ磁気杯と上張りは何度も言いますがちょっときついです。うん、きつい。まあ、使えばわかる使えばわかりますね。この動画と照らし合わせてほしい。うん、どれぐらいどういうところが変わってんのかね、マジできついと思うんで、はい、てな感じでね。で今パック使わなかったと思うんだけど、パック使いどころで言うと中ボス事故っちゃって SS を1本吐いちゃったとか、そういう時に本来 SS を打つって予定の場所の開幕で使います。はい、あれパックを開幕で使うとセンサーを出してくるマシン2ターン目以降投下しちゃうんだけど、開幕でパック使うとあいつが遅延するんですよね。だからそのマップ、パック打ったマップは最初の2手センサーなしで動けるんですよ。基本センサー出すと1ターン目なんで、パックがないと1手打った次の手にはもうセンサーが登場してるんだけど、1ターン目だけ投下してないセンサーに遅延が入るんで、2ターン目もセンサーなしで動くことができるんですよね。はい、なので楽にしたいマップ、自分が重きを置いてるマップで、打ってあげるのがいいかなと、うん、基本的に使うところで言うと、ミカエル構成だとボス2の開幕、絶対ここ以外使うところないんでボス2の開幕で打ってます。で、ミカエル構成じゃなくてアルミン構成になってると、ボス1でロイマスタング1本、ボス2で、ミカサアルミン1本打つでしょ。うん、でボス3に入った時にロイ、ミカサマスタ、あ、ミカサアルミン、ロイマスタングっていうのが並んでいればいいんだけど、 SS がないやつから始まっちゃった時だね、うん、そういう時に、チェーン打ったりしますね、パックの、うん、なんでそういう使い方かな。だから正直ミカサアルミン構成の方はパックじゃなくてもいいかも、うん、
うん、パックじゃなくてもいい気しますね。それこそ本本とかで友情をあげたりとか、まあなんか敵削る系のやつだったりとか、そういうのでいいと俺は思いますね。ミカサ、あのミカエル構成の方、ミカサアルミンが2本いない方の構成はさすがにパック、うん、だね。どっかで遅延役、まあミカエルが割合持ってない分どっかで遅延でね楽にする必要があるので、そこを変えてあげるって必要になるかなと思います。はい、ってな感じかな。こういう感じで俺は周回してきましたけど、まあただね、火は結構やったんで、まあこっちの方が楽だなってわかるんだけど、水に関してはミューズ艦隊ミューズさん役もっていうのも言うて 5,6 回しかやってないんで、もしかしたら突き詰めたら水が早いとかもあるかもしれないけど、ここ以上に俺は敷居高いと思ってんだよね。今手に入るキャラといえどミューズ4はきついだろう。ミューズ4はちょっときついから、まあどうなんでしょうね。で、あとね、ミューズのもう一回だったところはね、毎回衛星打つんですよ、うん、あれがもう俺はもう嫌だったね、うん、それでやめちゃったっていうのもあるっすね。なんでまあちょっとね、ミューズ結構水楽っていう人も結構聞くんですよね。なんで逆に教えてほしいっすね、どういうぐらいの手数でどれぐらいあってどれぐらいの勝率を叩けるのかみたいな。まあでもね、結構上手い人だと思うんだよな、うん、俺ボス位置安定する気しないっすもん、がっつりやっても、うん、薬門運芸の大号令打って飛ばすとかならわかるけど、あれをミューズ呼んでミューズのコースで安定させるのめっちゃむずいと思うから、どういう感じでやってるんですかね、ちょっとわかんないっすね。少なくとも4手ぐらいはかかると思うから。はい、でもね、まあ皆さんのね、あの周回のコツだったりも教えていただければなと思います。まあおそらく身内のも見てる感じ、条件とかあるのかな、出てる人と出てない人の落差結構上がってきましたからね。ツイッターのリプとか見てると100周超えてるって人もいるんですけど、俺の身内でまだ70超えた人いないですね、うん、もう20前後ぐらい遭遇数データありますけど、70超えはいないかな。一番超えてる人で勝手にデータに含めた、他の実況者さんの66とかかな、それが多分俺が知る中で一番ハマってるやつですね。だからもしかすると共通してそのメンバーに言えるのは全員最適パで回ってるんですよ、うん、だから手数とかそういうんだったら分かんないですね。あとヒットポイントマックスとかああいうのも結構もう多分取れちゃってる、最適パだともうほんと負ける要素ないんで、ボス戦で。なんでそれがあるかな。だからギリギリの磁気配とかやったりするとどうしてもね、手数かかってヒットポイントが減ってとかターンもかかっちゃってとかあるんで、まあ差があるとしたらそこかな、うん、まあでもちゃんとやってる人でも100超えてる人いるからね、ちょっと分かんないですね。条件があるのかはまず不明です。ただ確率はさすがにアーキレットほどではない気がする、うん、ここまで揃ってなんちゃらみたいな、身内でそのなんかドンハマり者がまあ出てないんで、アーキレットの時はもうまあ目に見えていなかったんでね、あの出ないって人がいたんで、それがないって時点でちょっと 1% は考えられないかなと思いますね。もう2遭遇3遭遇とか一番してる人でも4遭遇とかしてんのかな、うん、身内でもね。だからうん、ないと思うけどな、多分 2% はありそうな気しますけどね。はい、まあちょっとその辺は分かりませんけれども、もしね、そういうデータもね取ってるよって人がいらっしゃいましたら、ぜひぜひコメント欄に載せていただければなと思います。ということで、まあちょっと敷居が高くてね、ほとんどの人が関係ない話になっちゃってる可能性があるんで、あげるか迷ったんですけれども、まあもしね参考になったよって方がいらっしゃるんであれば、幸いでございます。ということで、ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。